はい、皆さんこんこにちは、えー、今日ですね、えー、プレイステーションのステートオブプレイが配信されて、えー、そちらにて、ですねサイレントヒルの2、えー、つの作品の、えー、新情報、1、まあ、つはもう発売ですけれども、発売というか、無料タイトルとして配信開始しましたけれども、えー、この2作についてちょっと語りたいと思います。司会は私、くらべが務めます。そして一緒に語るののは A ライトの福山ですハロ アロハなんで龍河ごとくの世界から帰ってきたんですかもしかっしってめちゃやるなるほどね。もう俺もなんかアロハっていうともうハワイっていうよりも竜河ごとくっていうイメージがついてしまいそうでねちょっと怖いですけれども今日はちょっとアロハな世界とはだいぶ異なる真逆のねタイトルになりますけれどもまあ,あの皆さんがね本当に待ってるタイトルとしては「サイレントヒル2」がね あのー、このシリーズの中で今あのリメイクね一番なんか待たれてるのかなと思いますけれどもその新しいタイトルえ新しいトレーラーが、えー、今朝公開されましたが福山さんいかがですかコンバットトレーラーねなんかねコンバットトレーラーかこれあトレーラーっていう名称なんですよでえっとねまあインタビュー僕の僕い以前中井ジェネにインタビューさせていただいた時の発言なのか発表会での発言なのかちょっと。 アップしてるんですけどやっぱりなんか戦闘システムとかをちょっと変えますよみたいな現代的にしますよみたいなことをちょっと触れててで今回なんかあの以前はその、まあ、バイオハザード的な、ね、三人称視点のなんかこうかカメラがこうちょっと遠くにあって監視カメラ風な感じでこう人物を映すみたいな感じだったんだけど今回は、まあ、バイオフォー的な、ね、肩越し視点の p s 視点になっててこれをお見せしましたっていう内容でしたね。 それ自体はね、俺結構嬉しくてっていうのも、このゲームの開発は、あの、ブルーバーチームがやってるじゃないですか。うんうん、で、彼らは、あの、ザ・ミディアムっていう、ちょっとクラシカルなテイストの、それこそこういう肩越しのカメラじゃないタイプのホラーゲームをね、作ってたので、もしかしたら、この時代に、このサイレントヒル2のリメイクもそっちのテイストにあのなるのかな。まあ、それはそれでね、オリジナルに近くていいのかもしれないですけど、 僕はオリジナルやってないしその今このゲームプレイするとしたらそういうモダンなカメラアングルだったら嬉しいなと思ってたのでそれはは個人的には結構嬉しいですねそこのさモダンさがさ結構さややこしくて「うん、サイレントヒル2」ってこう何ていうか「精神世界をやるなんかこう心の奥深くに入っていくようなテーマだからなんかこうアクションゴリゴリにやる。 がちょっと雰囲気なるほどねまああれでもねそのバイオの世にもそのねサバイバルホラーのアクション部分に特にその注録したタイプの作品ではなかったんですよねなんか初代は確かにちょっとサバイバルホラー的な要素は色濃くあったとは思うんだけどだ2とかなってくるとあんまりなんかそこまで戦闘とかフォーカスされてなかったし、うん、最高の方だよね。<laughs> なんかこうガンガンとかね <laughs> やるとかなんかそ,それも別に面白いっつうわけでもなかったんであくまでなんかアドベンチャーゲームっていう感じな印象なんですよね僕の中ではなんか「サイレントヒルってアクションゲーっていうよりかは、まあ、そういう意味ではちょっと、うん、あれだねあのコンバットトレーラーっていうのはなん,なんていうのかそのア,クアクションメインにもちろん当然見えるんだけどこの視点自体は。うん 僕は結構アドベンチャーゲームとしても割と個人的な理想的なんだよねっていうのも結構そのキャラクターもしっかり見えてだけどその肩越しの,そのアングルって従来の三人称視点より近いじゃないですかだからその一人称視点にこう近いそのディテールが近くから見えるような感じもあるので僕は結構アドベンチャーゲームとの相性としてもこのぐらいの距離の視点は個人的には好きなんですよね。 まあ,そうそうまあそれはそれは確かにそうなんですけど、まあ、そこでそのなんかそのテーマと、うん、なんかその心の闇の深く入っていくなんかこう割とこと静かなトーンなんでね <laughs> そこのアクションでゴリゴリにやるっていうところのバランスは結構難しいかじ取りがいるんではないかなっていう印象はあるし何か海外もやっぱりちょっとそういう反応はしてた気がしますね。アクションゴリゴリじゃないんだよなっていうところですか、うんまあ、アクションゴリゴリリ あのサインドヒル2もその隠し武器みたいなものはあって、それでこうゴリゴリではでき押し通せるような感じにはなるから、それを最初からや,るやらせるのはちょっと違うと思うんで、まあ、そこのバランスですよね、まあ、そこはでも向こう、あの当然分かってると、あのウルバーチーム分かってると思うんで、相当慎重には見極めてるとそういう意味ではだから、なんかコンバットトレーラーでそう見えるけれども、実際にはそこのバランスが。 えー、だいぶ慎重にはやってると思うと、うん。サイレントフィルツーらしいあのバランスになってる可能性は高そうですよね。あとなんか見た感じ謎解きとかはそんな変わってなさそうな感じでちょっとだけ出てますよね<だ>このトレーラーね、うん。そんなに変わってない印象でえっとね<ー>ただマップはやっぱりオリジナルのままだとやっぱちょっと今回のちょっとアクション要素入ったのとはちょっとそぐわないからやや開放的になってる感じはしてますね。 <laughs> んかぜあのオリジナルはさ、扉がこうガチガチに閉められて結構狭い空間の中で、もうね、なんかこのドア入りません、あのドア入りませんみたいな感じでね、ね、うん、割とこう、手探りでこうやっていく感じなんだけど、多分そういう感じではないから、多分今回は結構マンションの中があのフォーカスされたトレーラーになってたけど、そのマンション、結構なんか、おそらくひ結構広くなってる感じが。はいはい それ自体は僕そのまあねその原作に思い入れがないからなのかもしれないけどああいう当時のなんかゲームの閉鎖的でちょっとこう閉じ込められたような感覚にさせられるまあアドベンチャーってあの悪くはないんだけどそのどういうフィールをプレイヤーに感じてほしいかっていう意味では効果的なんだけど結構ゲームプレイ的にはフラストレーションになりやすいじゃない だからその辺はなんか今時のゲームらしく改変してそのフラストレーションを抑えつつプレイヤーに同じような心境になってもらうことにもし成功できればあのウィンウィンじゃないかなとは思いますウ、ね、ウィンウィンンね。ただまあそれができるかどうかっていうのは割と課題でまあほこのトレーラーだけではそれは当然だから分かんないけど僕がちょっとこのトレーラー見てやっぱどうしてもまあその ね、肩越しの視点でその似たような視点になったということもあってゲーム自体はね違うんだけれどもどうしてもそのバイオ RE とかと比べちゃうんですよね。ビジュアル的なところは。<laughs> そこはやっぱなんか、まあ、例えばドア開けた時の,あのモーションとかもなんかちょっと悪いけどあの30年前にシェンムもっとリアルなドアの開け方してたんじゃないかっていう気がしたりしますけどね。<laughs> ブルーバーチームってさずっと一人称視点のゲームばっかり作ってた会社だからそのレイヤーズ・オブ・フィアーとかもそうだしあのまあ例外的にあるけど三人称もあとはあの何だっけブレイオウィッチもそうですよね一人だからキャラクターモーション実はそんなにたけてる会社ではないというかノウハウがそんなに積み重なってない印象はちょっとあるからはいはいそうなんだろうなフ、ねうん、ルーバーチームを肩越ししてやるのかとはちょっとね多分戸惑いながらやってるとは思います <laughs> いやそこはだからねなんかそのブルーバーチームが悪いっていうよりはやっぱこうこれだけなんていうのかなその伝説的な愛されたタイトルをやる以上なんかどうしてもそこ全てにおいてなんかユーザーとしてもトリプル A クオリティのものを予想するというか期待してしまう部分があるから<ー>そ,そういう意味ではやっぱなんかいや別になんかあのこれがあのサイレントヒルじゃないなんか新しい サイコホラーゲームとかブルーバーチームの新作だったら,ら、ね、あなんかそれなりに力良さそうじゃんって思うけどやっぱそのト,、うん、トップレベルのものと比べるとやっぱそのちょっとあのワンランクそのビジュアルのクオリティとかはあの落ちちゃうなっていう印象はちょっと個人的にはあの僕がちょっと気になったのは、まあ、クリーチャーの質感がちょっと。 もうちょいなんかあるんじゃないかなとちょっと軽く感じましたね。おーおー今回はバブルヘッドナースとかマネキンとか出てくるんだけど、うん、はい、なんかもうちょいなんかこう生々しい質感みたいなものがちょっとこう、まあ、だいぶ良かったですけどね。うん、なんか、こ<や>の前いんですの、ね、<ャ><に>シングは結構良かった、結構いい印象を持ってたんだけどね。はい,はいはいはい。今回はなんか,ななんか、ね 悪いというよりはどうしてもハイエンドと一番ハイエンドと比べてしまうときに、まあ、インディースタジオですからね<な>、うん、作ってるところがね、うん、いやそう,そうなんですよねだそれが「サイレントヒル i 2とやっぱちょっとねこうというタイトルとなんか若干ミスマッチを感じるというか。うん うん、あ,あ,あ,ああそうなのかって、ちょっと現実見なきゃいけないようなところはあるのかなとは思います、ね。なんかフルプライスで出すのかとか、ちょっとこう値段抑え気味に出すのかとか、そういう情報の感じもなんか重要な気がしてきた。<laughs> でもさすがにサイレントヒル2ほどの作品は堂々とフルプライスで出すでしょうって思いますけどね。うん、うんうん <laughs> うん、あの全体的にあのゲーム自体は何て言うのかなその単にそのビジュアルをきれいにしただけのリ,リメイク的なものじゃなくて本当にその再解釈してる感じもあるしその中で彼ら,のその彼らなりの「サイレントヒル2」の見方みたいなものも見えてくるだろうしそういう意味ではすごくあの応援したい作品だし、まあ、僕はその原作やってないからこんなにその再解釈されたようなものだったらまずはオリジナルやるべきなのかなと思ったりもしますけどね。 まあ、こんいや今回のリメイク、結構忠実そうだから、僕は結構リメイクおすすめ、全然しますけどね本当ですか、だからその、うん、忠実というのはどの部分なのかその、だからフィールのところとか、設定とか、まあ、ストーリーとか、ねうん、でしょ、だから多分ゲームプレイ的には、いい意味で、そのね、原,原作から離れて、その現代向きにアレンジしてるんじゃないかっていうのは、今回の,その視点とか、コンバットとかからは思いますけどね。 いやまあ、でもゲームプレイね、オリジナル良かったかっていうと、別になんか、超いいっていうわけではないから、別に難しいゲームプレイ、それこそ本当にフラストレーションを与える方向性に <laughs> めちゃくちゃなってるんで、そうですよ、ね、だからやっぱり現代的ではあんまりな,ないのかなっていう感じはしますんで。僕もちょっとなんかプレイ動画とかちょっと見たことがあって、うん、あ確かにこのフィールとか、この設定とかめっちゃいいし。うん 面白そうなんだけどこのゲームプレイを今やるのかっていうのは感じたのでそうだねマッ見ながらね、うん、うう何度も確認しながらやったり,やったりとかねそういう意味ではそれを忠実,実に再現できればねだけどやっぱそのね別のクリエイターがやってるからなんかそこの本当にねこう作家性みたいなものがね その失われるかどうかっていうのはちょっと気になるところですけど、なんかそこは福山さんから見て、大丈夫そうなんですか、ねうん、懸念はまあまそこはしてないですね。というのも、やっぱりレイアーズ・オブ・フェアの段階から、<ー>あれ自体は PT のねフォロワー的な感じで見られたけど、うん、実際、あのなんかストーリー的なところも、あのサイレントヒルのすごくなんか、シリーズとしてこう踏襲してる部分もあるし。 あとその、そもそもサイレントヒル自体のテーマが、すごくもう、今や普遍性持ってて、もみんなやり出してるみたいな状況なんですね。<ー> <laughs> それこそ、ね、あのアラン・ウェイクとかさ、あのゲーム・オブ・ザ・イヤーでなんか、んシナリオショーとかなんか撮ったけどさ、あの位置に本当はサイレントヒルあってもおかしくないぐらいのポジションだし、インディーでもね、なんか個人の苦悩をやるとかもたくさんあるわけじゃないですか。本当にそ そうなると逆にこの今の時代においてサイレントヒル2はななんていうのか人々に驚きをまだ与えられるかどうかっていうのはど,う,う,どうですかそこはめちゃくちゃ懸念してます。難しいな逆にもうなんかサイレントヒルが当たり前の世界になっちゃったから。ねそこから20年ね<そう> <laughs> そのアラブ・エイクとかみたいなゲームがいろいろ。 ね、すごい表現とかやったりしてるわけですもんね。アウメイクとかヘビーレインとかうん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 もうめちゃくちゃあると思うよサイレントヒルフォロワーって。だあまりにも普遍化してるからう、ね、こうみんな感じないけど「いやサイレントヒル2っすよ」っていうね。ワンワンワンのそのなんか SA ちょっとオカルトホラー的なもんじゃなくてやっぱ2な2ねやっぱ2なんですサイコロジカルなホラーをやるっていうのがもう普遍 <laughs> 化しちゃってるそことどうね その原点がその自分のたこう新しい立ち位置を築くのかっていうのはものすごい難しいと思う、ね、けどそれは <laughs> 楽しみにしてます <laughs> そうですねあのブルーバーチーム頑張ってください,いブルーバーチームとコナミさんと頑張らない <laughs> まあでも <laughs> あのコナミさんのそのなんかこう新しいサインドインシリーズの展開の,の仕かとか見ててもあのノーコードとか結構渋いインディースタジオに頼んでたりとか なんか、あなんか、すごくセンスいいなーっていうのは、僕は、なんか結構今を感じてるんで、結構、なんか自分,自分たちのこの IP なら、このスタジオが理解してるよねみたいなことは分かってるってことでしたね。ノーコードに頼むんだったら、結構意外だったな。 まあ、あのそういいうで応援したいと思いますちょっと少しだけですけど、あの合わせて今回、えっと、サイレントヒル・ザ・ショート・メッセージというタイトルが、うんえー、発表配信されまして、福山さんはすでにプレイして、えー、記事も出ていると思いますけれども、うんえー、そちらについて、ちょっと福山さんの、まあ、プレイご感想を聞きたいなと思いますえっと、ねまあ、け結論というか、ぶっちゃけ言うと、ウォーキングシミュレーターなんですね。お いいなうん、アクションゲーアクション要素ほとんどないっす <laughs> まあ <laughs> クリーチャーから逃げるとかはあるんですけど <laughs> でまあテーマが結構センシティブな内容を扱ってんだけどまあそこもある意味まあ現代のインディーらしいしまあ昔のサイエンドヒル実はそれやってたんですよっていうのを僕はねサイエンドヒル知らない人には知ってほしいですけねそ,そのテーマっていうのはいじめですかね致命というか自殺とか<ー>自傷とかそういう感じ そういういテーマじゃあそれをこのねウォ、うん、ーキングシミュレーター的な形で扱ってるんだけれども、うんうん、実際にテーマとしてはあのサイレントヒルらしいものになってたということですかね。あしまあサイレントヒルのこれまでの様子をちゃんとこうステップアップしたような,な,なんか僕のまあファンとしては納得度が高いあここにたどり着いたんだっていう。 作品ではありましたよね。主人公女の子っていうところも、あの、サイレントヒール3の主人公が、まあ、女の子だったんだけど、うんうん、その女の子でありつつ、2のテーマをちょっとこうミックスさせたみたいなね。あくまでファン的な目線で見ればね。もちろんそれ知らなくて、ポーンとこうやっても全然、現代のなんか、あの、インディー芸的なね。 なんかウォーキングシミュレーターとしても楽しめるんですね。だしえっと、その納得度が高いということは一応その作品としても、うん、あのなんていうの,あの「サイレント・オイル」の久しぶりの新作ということを抜きにしても普通に評価の高めの、うんえー、作品なんですね福山さんとしては。あのねそれ以上にね実はねシリ今後のシリーズ展開がちょっとおってこうなんか見えるファイルがあって。 んかこうアーカイブのねファイルとかは落ちてるじゃないですかで読めるんですけどその中に結構重大な情報書かれててそ、ええ、<laughs> こ,こが僕の中でなある意味一番サプライズだったなんか逆にほほ見せすぎちゃうってちょっと思っちゃったぐらいなんかそこまで言わなくてもいいのにってなんかぐらいヒントになっ,なになっててんこれは何か。 えっっちゃていいんですか <laughs> それはちょっとあの取っときましょう、ねあの、ユーザーの皆さんのために、<laughs> <あ>そういうものが何かしらあの見つかるということで、まあ、そうい味うでもあれなのかな、ユーザーに対してもこ、今回、無料リリースされているわけだけど、一、うん、つその、サイレントヒルが帰ってきたということに加えてあの、今後に期待してくれよっていうメッセージも込めて、無料タイトルっていうことなんだろうね。うん あそうとしか思えないですよしかもなんか前回の発表会結構いろんなさ映画もやるし新作もサイレントヒル F っていうのもやるし2のリメイクもやるしってこうなんかインディーもインディーのスタジオにも頼むしってこういろんな試作発表しといてまだ隠し玉ありましたっていうのがやっぱこうちょっとワクワクさせられますよねはい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 うんなんかまだあるのかっていうなんか気にさせてくれる、ね、もしかまだ実はあるんじゃないかっていう多分あると思うんですよね <laughs> まあそういう感じがちょっとゲーム内の文献を通しても感じられたことたんですね、うん。ちなみにこれボリュームはどれぐらいあるんですかボリュームは2時間半以内にはクリアできると思う。じゃあ本当にその、うん、ワ,ンワンランでクリアできるなんかあのインディーっぽいウォーキングシミュレーターとたん,ん,ん,、うん、んですね。 まあなんか PT をね、ちょっとね、あの、配信段階ではなんか放送させるけど、全然 PT っぽくはないっす。ああ、そうなんですね。普通にガチのなんかこう、ストーリーがこう、進行していって、で、まあ、サイレントヒルファンなら、あ、あのー、あ、これこう、サイレントヒルをこれまでの過去シリーズとは違う、新しいなんか新鮮な、あの、ニュー、ネオ・サイレントヒルという形のね、メッセージ性みたいなのもちょっと、読み、あのー、読み、 あの読みの考えられないし、るるうん、まあまあいい時間だしやってください。<laughs> はい。僕も <laughs> のちょっとなんか今ねあのプレイをみんなから話を聞いてるけど、結構ねい,いろいろ意欲的ですよ。うんはい。いやこの、ね、サクサクとプレイできてさらになんかそういうね、うん、欲的な部分があるんだったら。 僕もプレイしてみようと思いましたえ、はい、っていうことであの、こちらのタイトルと、えー、サイレントヒル2について、えー、語りました。うん、皆さんもぜひ感想を、まあね、サイレントヒル2であの見て感じたことでもいいですし、ショートメッセージをプレイして感じたことでも、えー、コメント欄に残していただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございましたババイバイ